ロイドゴン。はいどうも、今日は熊本県玉名市に来てるんですけども、ちょっとねやはり九州熊本恐るべきラーメンのクオリティを誇る県だなと改めて実感しまして、ちょっとねここのお店も気になるってお店歩きながら見つけちゃったんで行ってみましょう。こちらじゃあ味島ラーメンたまりじゃないですか。行きましょう。ラーメンの波お願いします。もう慌てすぎてナーミンだって、波とラーメン混ざっちゃう。落ち着きましょう。ラーメン波、これねなんかこれうまいラーメン屋の雰囲気だな。なんかねいいんで、立地もいいんだよ。ここさなんか、よし、待ちましょう。入れます？あ、お願いします。はい、どうぞ。必ず見にくれると聞くよね。そう、おー、この見るからに、あー、まこれマイルド、あ、色結構濃いんだけどね、濃い優しい豚骨、広がるね。ちょっとこの牛肉を溶かしていきましょう。牛肉濃度溶くの、牛肉溶いて牛肉のねとこを充電的に、うん、あー、グッと輪郭が出るね。うまい。食べやすい、うん、うん、ツルツル、チャーシューがっつり、うん、薄いスライスだけど噛み応えあり、うん、うまっ、あっという間だわ。完食。はい、いただいてきました、ラーメン玉龍さんの、ラーメン並盛り、豚骨の聖地で食べる豚骨、あのね豚骨のスープが濃厚でニンニクもパンチ効いてるので、もう足し算なんだけど、スープがドロドロしてないで、わりかしねサラサラしてる豚骨スープなんで、絶妙なバランス、くどくはならないんだよね。すごいね。それでここが、ちょっと特徴的なのは麺がすごい柔らかい。勝手にあの豚骨って硬い麺が合うのかななんてイメージを持ってたんですけど、この柔らかい麺をね吸うために
吸い上がってくる濃厚な豚骨スープ、そしてアクセントを超えるキクラゲのシャキシャキの歯ごたえ、美味しい一杯だね。これはね、多分ね、夜中とかに食べてもね、夜中にこそ来たくなるかもな。ちょっと今度飲める時に一人飲みで来ようかな。いつでしょうか。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ではではまた。